にちは、ライアンドです。今日はメンヘラ女子あるあるについてお話ししていこうと思います。気づいた方もいるかもしれないんですが、今日はメンヘラメイクをしてみました。どうでしょうか。なんか画面越しだとあんまり分かりづらいかもしれないんですけど、結構ここめちゃくちゃ、ここめっちゃ赤いんですよ今。私は結構変わったなって思うんですけど、もしかしたらあんまり伝わらないかもしれない。でもちょっと今日はこのメイクでいこうと思います。今日のそのメンヘラ女子あるあるについてなんですけど、質問とかでメンヘラだと思ってなかったけど付き合ってから初めてメンヘラだって気づきましたっていう、なんか質問とかそういうの見分け方ってどうしたらいいですかっていう、なんかこう相談みたいなのが結構来るんですよね。確かに私も分からない部分はあったりはするんですけど、その結構ね調べたら、あーなるほどっていう、なんかちょっとそういった発見とかも結構あったりしたので、そこもなんかお話できたらいいなっていうふうに思っています。はい、この動画が良ければ高評価とチャンネル登録していただけるとありがたいです。ではバイアンドチャンネルスタート。バイアンドチャンネル。なんかそもそも私メンヘラっていう言葉自体の定義をよく知らないので、ちょっと調べてみたんですけど、精神的に不安定な人や心に病を抱えた人を指す。恋愛においては寂しがり屋で構ってちゃんなあまり相手に異様なまでに執着する女性やストーカー気質のある女性のことをメンヘラ女子と呼ぶこともありますというらしいです。なのでなんかメンヘラって何の略なんだろう、メンヘラって何の略かちょっとわからないんですけど、とにかく寂しがり屋でなんかかまってちゃんな要素がすごい出る人のことを言うみたいですね。これちょっと私個人なんですけど、かまってちゃんなことされると私は意外とかまってあげたくなっちゃうタイプなんですよ。専門学校時代同じだった子なんですけど、その子がなんか結構かまってちゃん気質なところはあった。その子のことはメンヘラだと思ったことはないんですけど、なんかちょっと今このねメンヘラとはっていうのを見て思ったんですけど、私ね結構メンヘラ女子好き説あるかもしれない。メンヘラ女子を好きになっちゃう系女子かもしれない。うん、なんか私別にあんまかまってとかっていうのがないんですけど、その代わり逆になんかでかまってちゃん系言ってくると割とかまってあげたくなっちゃいますね。まずメンヘラ女子かどうかを見分ける一つ目は連絡頻度がマメかどうからしいです。なんかこのメンヘラ女子あるあるで、実際に出てきた意見としては、スマホを手に持ってる時間が長い人だったりとか、小さな画面でなんか見てるものが非常に多い人とかだとなんかメンヘラにこう陥りやすいっていう。二つ目は超がつくほどのかまってちゃん、まあここら辺はさっきお話ししてましたね。三つ目が自分を大切にしてくれる人に尽くす。男性は目的思考、女性は協調思考って言われるんですけど、付き合うまではその好きになった女性を結構こう大事にする人が多い。で付き合った後はちょっとずつなーなーになってっちゃうっていう人が性質として多いんですけど、多分その時までに女性が優しくされたっていうのがなんかこうそこでなんかこうガーっていっちゃうんでしょうね。ある意味やっぱメンヘラ女子が一番豹変する時って多分その付き合ってからだと思うんですよね。結構これめっちゃ多いので、その相談とか来る時もメンヘラの女子が付き合う前からめっちゃメンヘラで困ってますっていう質問はまず来ない。メンヘラ女子と付き合ってて困ってるっていう人が結構多いので、なんか多分そこは一つ原因としてはあるのかなっていうふうに思います。次に相手の都合を考えられない。いつでも寂しくて構ってほしいメンヘラの女子は相手の都合お構いなし。これメンヘラなのかな。メンヘラっていうか、まあ人間力欠けてない普通に。なんか人間力欠けた人っていう印象をちょっと持っちゃうけど、隠れメンヘラっていうのもあったのでちょっとそれも見ていこうと思います。一つ目は感情の起伏が激しい。感情の起伏が激しい女子は親しい人や身近な人に感情をダイレクトにぶつけてしまう。隠れメンヘラ女子の可能性が高くなるのですって書いてます。これね私事になっちゃうんですけど、生理の影響が全くないんですよ。私今までの動画の中でも一回も生理女子について語ったことが実はなくて、生理になった時のその感情の起伏っていうの結構なんかあるあるっていう風に言われるんですよね。女性ってもう本当に月に4回性格が変わるってなんか言われたりとかしてるので、それぐらい女性って結構生理にナーバスになりがちなんですけど、私なぜか分かんないですけど全然そういうのないんですよ。感情の起伏が全くなくて、多分ですよ、これはちょっと私は実際そうなったことないから分かんないんですけど、
ちょっとこれ女性あるあるとしては、これは果たしてメンヘラっていうその元の性格でそうなってるのか、生理によってそうなってるのかっていうのがわからない人っていうのも絶対いると思います。この感情の起伏が激しいとか、多分そのそういう風になっちゃう側も多分わかってると思うので、なんかこれは一概になんか隠れメンヘラっていう言葉でなんか位置づけちゃうのはちょっとどうなのかなと思います。ちょっとね、闇ツイートやや多めっていうのはありましたね。いやこれ多分なんですけど、インスタのストーリーとかに文字だけでなんか意味深なこと書く人じゃない、多分私のちょっとイメージなんですけど、なんかこれね書いてる人はね、確かにねちょっと客観的に見てもまあちょっとメンヘラだなと思うかもしれない。でもこれ男性もあると思うんですよね、隠れメンヘラ男子。考えてみたらストーリーとかでなんか意味深な言葉だけ書いてる男子も見たことあります。メンヘラ女子で闇ツイート多めっていうのはある、確かにそれはあると思うんですけど、男性もあるような気がする。なんかこれはね、闇ツイート多めの人も多分メンヘラな気質はあるのは確かに間違いないなってちょっと私も思うので、好きになったりとかもししちゃった時にはどういうこと書いてるのかとかは注意してみた方がいいと思います、もしそういう人を好きになった場合は。で、自分好きの自撮り好き、あこれ多分今まで私も発信してきた内容とかでも結構あるんですけど、自分に興味関心が向いている人のことを多分言うと思うんですよね。 YouTube を始めてからすごい自撮りが多くなったので、この特徴はガチで私も当てはまってるこれは当てはまってますね。インドア、私もインドアだ映画と YouTube でアメリカンゴッドタレントをもうひたすらリピートで繰り返してみるっていうのが日課ですね。海外のなんか文化を今すごい勉強したり、なんかそういうのにこう触れたりする機会ってねすごい多くしてるから、全然関係ないんですけど、多分それでそういうのもあってめっちゃインドアですね。映画も週4、5とかで見たりするんですけど、そういう面で私もちょっとこの印象当てはまってますね。私隠れメンヘラなのかな、別にメンヘラって言われてもいいんだけどね。メンヘラ女子の奥底の心理っていうのもちょっとありました。1つ目、否定されることが嫌い。メンヘラ女子は自己肯定感が低いけどプライドが高く否定されることを嫌います。否定に対して過剰に反応し食い下がります。なるほどなるほど、これは確かに私も当てはまってる。プライド高いかな、高いかもしれない。プライド、私メンヘラ女子かもしれない自覚ないのって一番タチ悪いですよね。だから自分メンヘラだって自覚しといてそうならないように自分で工夫していくのが必要ですね。だから私もメンヘラなんか、そうやって言われても否定しないでおこう。でメンヘラ女子のなんかそのいろんなサイトとかいろいろこう調べてみて一番多かったのはやっぱメンヘラ女子は自己肯定感が低いけどプライドが高いっていうのが一番多かったんですよ。だから多分メンヘラ女子を見分けるポイントとしては、あいつのことをいじってみたりしたらちょっとは分かると思います。なんか例えばですけどプライドが高かったら言い返しはすると思うんですよね。でも自己肯定感低いから多分傷つきはするっていうのが多分2つあると思います。これがなってる女子はちょっと隠れメンヘラの気質はあるかもしれないですね、あとねやっぱねネガティブっていうのすごい多かったですね。多分見た目に関係なくネガティブな人はネガティブな考えを持ってる人とかってちょっとねメンヘラ気質なところはあるのかなって思いました。私結構メンヘラ女子ってマイメロちゃんが大好きで MCM のカバンを持っててリボンとかがめっちゃ好きで黒とピンクの組み合わせが好きで厚底のなんかヒールみたいな履いてて、スカートスタイルが絶対の黒髪ロングの女の子のことをメンヘラ女子って言うと思っていたんですよめっちゃ具体的なんですけど、そういう人たちをメンヘラ女子って言うと思ってたんですけど、多分隠れメンヘラはめちゃくちゃ多いと思います。だし、いや
結構な多分数の人がこれ隠れメンヘラ女子って言うんだったら多分ありえると思うんですけど、さっきもちょっと話の中であったみたいに、要は生理の関係で感情の起伏が激しくなったりとか、そういうのもねあったりとかすると思うんですよ。だからメンヘラ女子はなんか地雷みたいな風に言われてることって結構多いと思うんですけど、なんかこう男子目線で言うなら繊細な女の子とこうなんかうまく付き合っていくためにはどうしたらいいかぐらいな風になんか軽く考えてあげる程度でいいかなっていう風に思います。はい、今日はですねメンヘラ女子あるあるについて、お話ししていったんですけど、私自身もね結構調べて初めて分かったことが多くて大変勉強になりました。はい、では今日の動画は以上になります。次回の動画はまた見てくださいね。バイアンドでした。バイバーイ。